だから腰が痛いんです。しゃがむ時の大体の痛みの原因って、はい、整体院復活院長で理学療法士の松田啓太です。どうもご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対して根本的解決していこうという患者さん向けの動画になります。もしあなたが3件以上の整骨院、整体院、病院に通っても痛みが改善していない、もしくは痛み湿布で痛みをごまかしている、そんな方であればこの動画を通してしっかり痛みを改善してみてください。松田さん、いやいよ、しゃがむと痛くて何歳っすか。ちなみにどこが痛い。全部です。いや、ただの年じゃないですかっていう感じです。しゃがむと痛い時って大体ですけど、これは2つあって、腰か膝なんですよ。この2つのどちらかが痛いことが多くて、ただこれはね、違うようで結構似てる場所が多いので、今回はこの、じゃあ膝が痛くなる、腰が痛くなる、いわゆるしゃがむ時に痛くなる場所どこなのかってところと、あとはそれが何で起きるのかってメカニズムについてちょっと説明していって、あとはじゃあどこ治療するべきかってところを最後説明させていただくって中身でいいですか。お願いします。 OK、 じゃあ中身いきましょう。はい、ということで曲げていくというね、手について話しましょう。で、しゃがみ込みってこれね、こんな形でありますと。でしゃがみ込むっていうのは、今日のこんな感じでしゃがみ込むね、なんか内股で大丈夫かってなりますけど、で、まあ、こんな風になっていますということですね。これをこうしゃがみ込むとこんな風になりますって話ですね。で、これをするときに大きく2つあって、まず膝と腰のどっちかが痛くなることがめちゃくちゃ多くて、で、若い人ちょっと最初膝からいきますね。膝が痛くなる。で、膝がなんで痛くなるのかっていうと、これ簡単に言ったら膝が曲がりすぎです。めちゃくちゃシンプルなんですけど、膝が曲がりすぎプラス前に出すぎっていうことが多いかな。で、どういうことかっていうと、体重ってですね、真ん中通って足の裏に入る、いわゆるこう体重かかってきて足の裏に通るようになってます。で、これね、原理原則があって、この重心線っていう体重が通る線より関節が遠くなればなるほど、いわゆる負担が大きいよって話です。わかりやすく言うと、こうやって膝を前にこう曲げていくっていう状態と、膝をその場で止めてお尻を後ろに持っていくっていう動作、どっちの方が楽かっていうと、大体ね、お尻を後ろに引く方が安定感があるんですよ。なんでかっていうと、重心線ってありますね。重心線っていうところから、お尻が今逸脱して後ろにどんどん行ってる状態。でもお尻っていっぱい筋肉ありますよね。触ったらわかりますけど。だからお尻いっぱい筋肉で支えてるわけですよ。めちゃくちゃ楽。でも、逆にお尻を引かずに前に膝が伸びていくと、なんかちょっと違和感感じません。で、何かって言ったら、これ膝って触ってみて、全然筋肉ないよね。お尻と膝どっちの方が筋肉ありますか？膝があったら多分やばい。膝の方が全然弱いっすよね。ちっちゃいし。って考えると、膝って結構弱いんですよね。お尻に比べると。であれば、正常にしゃがみ込むっていうのは、いわゆる正常にしゃがみ込むっていうのは、お尻が後ろにこう行く方が正常なんだよって話ですね。だけど、これがね、こんな風に膝が前に行っちゃうことが多くてですね、これがなんでなのかって話なんですよ。で、これがなんでかって話をすると、これね、もうたった一つで、股関節が曲がっていない。いわゆる股関節が使えていないことが多い。さっき言ったみたいに、お尻の方が強いから、お尻をこうやって引いた方が強いわけですよね、こっちが。で、お尻をしっかり支えられる。だけどお尻をこうやって引いていくと、股関節めちゃくちゃ曲がってますよね。股関節90度ぐらい曲がってますよね。で、股関節曲がんないといけないです。でも股関節が悪い、いわゆる股関節曲がりにくいとかっていう風になってくると、こういう風にこれだと股関節曲がってないですよね。膝だけ曲がってます。膝が曲がる、そうすると膝に負担いきますよねって話です。だから膝が曲がりすぎてるんですよ。普通はこれぐらいでいいところ、90度ぐらいでいいところを、膝が前に行くことで股関節が曲がらない状態、プラス膝がめちゃくちゃ曲がってる状態、そうすると膝がめちゃくちゃ頑張ってる状態、重心線からも遠いし角度も多いしってなってくれば、負担大きいよね。そしたら膝が痛いよねって話です。であれば、これ痛いのを改善するには、股関節をしっかり曲げていければ膝の負担減りますよねって話です。だから、まず一つ目、膝が痛くなる場合、これ股関節が悪いからです。股関節曲がっていない、使えていないですね。じゃあ、あと一つ、腰が痛いもあるんですね。腰が痛いは、じゃあ腰が痛い原因は、大体腰が痛い時っていうのは、これこんな風に丸くなってることが多いです。もしくは反ってることが多いです。こんな風に。で、どちらかというと腰が痛くなってくるっていうのは、結構こういう風に丸くなってることが多くて、で、これ何かって言ったら、丸くなることで骨盤をこんな風に後傾させる状態、今わかります？骨盤って
ある程度こう前傾してる、前傾って前に傾いてるんですよ。でこれを後傾させることによって丸くなる、腰が丸くなった状態になります。でそれをすると何が良くなるのかっていうと、これね、簡単に言ったら股関節が曲がんなくて良くなるんですよ。股関節がこんな風に後ろに行くときに反っちゃうと、これ股関節が曲がってますよね、曲がってる状態、いわゆる股関節前傾してる状態で曲がっていくと、股関節がめちゃくちゃ曲がってる状態でも、股関節が後傾してるとこんな風な受け腰のような状態になります。股関節が曲がんないから腰が丸くなるしかないよって状態。骨盤後傾するっていうことはお尻が使えていない状態で、腰でさっき言ったお尻にかかってくる負担を全部支えないといけない状態だから、腰が痛いんです。ってなると原因は股関節曲がってない。あれ、なんかさっきも聞いたなってなってくると、しゃがむ時の大腿の痛みの原因って、膝だったら膝が曲がりすぎ、股関節が曲がっていない。腰の場合は腰が丸くなっている、骨盤が後傾してて、であればこれ股関節曲がってない。しゃがむ時の骨盤、腰の痛さ、膝の痛みは股関節が曲がっていないっていうのが一番だと思ってください。ですか？だから股関節が大体曲がってない、いわゆる使えてないことが多いですね、しっかり。なのでこの場合であれば、私が実際治療しててしゃがみ込みで痛いですって言われた場合、角度はしっかり、関節は動きますでも痛いですっていう場合であれば、角度がねいかない場合であれば、こういう角度、関節の調整しないといけないけど、角度がしっかり動きます、膝動きます、股関節もしっかり動きますっていう場合であれば、これはしっかりこの股関節をしっかり使えるようにしないといけません、みたいにいろんなパターンがあると。で大きく3つあると思ってください。3つある。まずは股関節がそもそも曲がらない、いわゆる曲がんない状態です。で股関節がだいたいね、こうしゃがみ込む時ってのはどれぐらい必要かっていうと、だいたい120度ぐらい必要って言われてます。120度ぐらい股関節曲がるのが必要。でもしゃがみ込む時に股関節が上向き寝てまった状態、90度ぐらいしか曲がんなかったら、これそもそも曲がんないよねって話です。まず一つ目はモビリティって言って動かない状態です。動かない状態。じゃあ次は動くんだけども、これしゃがみ込む時に腰がひっぴり腰になって膝が前に出てきてる。これ何かって言ったら、ここの筋肉が働いていないから支えれない状態なんですよ。支えれない状態なので、この場合であればスタビリティって言って、この前筋のところをしっかり力を加えていく、力を鍛えていくっていうスタビリティをやってください。そして最後はこの動作をやってもらう時に、筋肉もちゃんとある、股関節曲がるなのに腰が痛い、膝が痛いって言われる、それはいわゆる使い方が悪いです。股関節だけで支えてるわけじゃなくて、膝もちゃんと支えないといけないし、骨盤もしっかり立たせないといけない。いろんなパターン、いろんな中で股関節が使えるようにしないといけません。ですか？だから股関節の筋肉があっても、動きがあったとしても使えないといけません。全身として使えないといけない、いわゆるムーブメントって言って、活動性をしっかり上げていくためのトレーニングも必要で、うちはねこれをモビリティ、いわゆる可動域を出しましょう、そしてしっかり鍛える筋肉つけましょう、そしてそう使えるようにしていきましょうっていうのが、これモビリティ、スタビリティ、ムーブメントで MSM メソッドって言ってます。でもこれね、ちゃんとした知識があれば、股関節鍛えようよ、股関節に動きを出していこうよって話になるんですよ。そんな難しい話じゃないんです。ですか？だからちゃんと一個一個知識を知って、ちゃんと治療をしっかりやっていけば、しゃがみ込みの痛みも改善できるし、例えばしゃがみ込みで脳作業ができるようになったとか、下のものが取れるようになったとか、いろんなことできるわけよ。で、できることが増えると活動性が増えて元気になっていくわけ。逆に痛みがあると活動性が下がって、どん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 寝たきりになっていって、体力なくなっていって、また痛みを感じやすい状態で、また動きが悪くなって、で最終的に寝たきりで肺炎になってね、なくなっていく。こういうのをよく見てきてるんですよ。だから痛みってちゃんと改善しようねって話です。じゃあ難しかったら難しくないでしょ。腰が痛い、膝が痛い、しゃがみ込みの時に痛みが分かんないじゃなくって、股関節が曲がってない、ただこれだけなんですよ。これをしっかり、動きが悪いのか、筋肉がないのか、もしくは使い方が悪いのかっていう、この3つに対別しながら、ちゃんとトレーニングしていく、運動療法していくね、緩めていく、これをやっていけばちゃんと改善できます。しゃがみ込みの痛みって言っても、諦めずにちゃんとしっかり一個一個改善してみてください。なのでまずはこれ評価としてですよ、ね、寝てもらった状態で自分で股関節曲げてみて、しっかり胸がつくぐらいまで曲がるかどうかを確認してみてください。あとはお尻の筋肉があるかどうかっていうのを見てほしいので、うつ伏せになってもらった状態でお尻をですね、後ろにグッと引いていく、閉じて後ろに引くっていうのをやってもらって、お尻がしっかり硬さが出るかっていうのを見てください。あとはしっかりこの2つができるんだけども、動かし方が膝が前に出やすいとか、受け腰になりやすいとかっていうのは使い方の問題になりますので、その場合であればムーブメントといって、スクワットの練習だったりとか運動療法を
ね、しっかり習得していく、まあ、そんな風に、ね、やっていただくと、しゃがみ込みの痛さがどこから来ているのか、しっかりどこを改善するべきか、どこを治療するべきかが分かります。ちゃんとこの原因が分かれば治療が分かりますから、ここをしっかりつなげながらね、ぜひねやってみてください。評価をしっかり3つやってみて、どこが悪いか、ぜひねどこにアプローチするべきか、しっかり、ね、評価してみてください。はい、ということで今回ね、しゃがみ込みの痛みが何で起きるのかってことで、今回ね膝の痛みと腰の痛みをピックアップさせてもらいましたけども、まあこれ以外にもたくさん原因はあるかもしれませんですけど、ほぼほぼが股関節が曲がっていないから膝に負担が来てる、腰に負担が来てるって状態です。例えば股関節が動くのか動かないのかっていう可動域のチェック、プラス筋肉のチェック、そして使えてるかのチェックですね、関節が使えてるかのチェック、これをやっていくことで痛みしっかり改善できるようになると思いますので、ぜひねしっかりアプローチやってみてください。はい、であとね、しっかり股関節からの原因で腰の痛み、膝の痛みを改善したいということであれば、接待復活、全国で北海道から福岡までやってらしてもらってますので、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひねそちらの方をチェックしてみてください。あとね、今日の話よかったらですね、ぜひね毎回見ていただきたいなと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひねこんな内容も知りたいとかあればね、ぜひ書いていただければ嬉しいなと思います。ぜひね書いてみてください。では今日はここで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。